ことは関係ないというね、そこで法理を立てるなと。天秤地位なんてね、江戸時代の話じゃあるまいし、そんなことはただのこれ準備不足ですよ。消防法の問題。大体そのね、わかりました。あのね、これはね、原子力、つまり放射能を伴うその原子力産業に共通の問題なんですね。今事故を起こしている原発のみならず、もう過去に何度も事故を起こした六ヶ所村、うん、それから1995年と去年の夏に重大な事故を起こした文殊、うん、それでね、今ちょっとおっしゃったように、放射能があるためにその事故を起こした装置に近づけないんですよ、うん、これはね、文殊も六ヶ所村もそれから今の福島も普通の産業と全く違うんですね。普通の産業ならばそこに近づいていって詳しくその破壊のね、破損のその状況原因を調査できるところができないんです。六ヶ所村も文殊も福島もできないんですね。したがって今の事故がどういうふうに、つまり地震が来て津波が来て、そしてメルトダウンしていったというその時間的なその物理現象、これがいまだに解明されてない。だから何を間違えたのっていうことをおっしゃいましたね。何を間違えたということか分かんないですよ。設計的に何を間違えたのか、あるいは製造的にどこを間違えたのか、あるいは検査での段階でどこを間違えたのかとかですね、材料の選定間違えたのか、まあそれは設計の一部です。つまりね、その普通の今までの科学技術ですね、工業界でこういろいろなトラブルを乗り越えてきた、そういう生き方ができないんです。原因が本当につかめないんです。だから僕はやめた方がいいと。もうそういう産業はね、今までのやり方、従来の産業の発展の仕方はできないんです。調べられないから。そういうね、だから本当は知りたいんですよ。私もその何を間違えたのかっていうことを知りたいんです。それが解明できないんです。同じなんです。知りたいんです、そこはね。だけど放射能があると設計室はですね、全然違うんですよ。本当に違うんです。例えば文字だったら燃料を、ね、取り出せなかったんですけど、燃料を取り出す装置が壊れたけども、壊れて何か作業をやろうとすると、例えば燃料をこう取り出す装置が壊れたからダメだってことが始まってね、でそれをじゃあ見えない、ナトリウムという中に見えない入ってるよね、じゃあナトリウムに向かってナトリウムにいたら放射線が強くて危ない、じゃあ核燃料を取り出そうって言うけど核燃料を取り出す装置が壊れた、自己矛盾してくる、循環しちゃうんですよ。全部できないんですよ。でじゃあちょっと中覗こうかと蓋を開けようとすると、蓋は不活性ガス、アルゴンガスかなんか入ってるんですよ。で酸素とナトリウムが空気と触れるとまた火出たりしますから、そうするとこう中でトラブルが起こったこと、普通だとね、機械切れたら蓋開けてポッポッてやって3日あったら直しちゃうんですよ。あっという間とか、それが半年かかるんですよ。その感覚が大事なの。違うって文殊はね、例えば文殊がなぜできないか、作業ができないから、もうバリアがいっぱい、おしゃれのがあって、こうやってもらってっていうなって、それを技術と呼ぶのかっていうことなんですよ。あたかもその高度な技術って言ってるんですけど、私は全くナンセンスで、高度な技術はやってくれない、何も設計で、設計すらできてないって言いたい。それは同じことが最初に工場でも同じことで、溶溶物を溶かしてこうやってこう装置があるんだけど、そこが溶かして止まっちゃう。そしたら手の内容がない。何もできない。放射能強すぎて他の装置もね、近づけないからね。高レベル放射性廃棄物をガラスに溶かし込んでカニスタっていうね、容器に入れ込む、溶かしたガラスと一緒に入れ込む、その装置が壊れちゃったから高レベルの放射性だから近づけない、調査に行ける。でね、これがね、要するに太平洋戦争の時にもう
全く勝てないってことを分かってるにもかかわらず戦争をやめられなかった、そして広島長崎に原爆を落とされて無条件降伏に行くわけだけども、もっともっと前に本体ならもう勝てる見込みがないからって言って戦争をやめるあの行動に出なきゃいけなかった、できなかった。で今回はですね、放射能という敵に負けてるんですよ。でも勝てる見込みはないにもかかわらずまだ勝てる、まだ勝てるというね、我々の持っている日本の技術をもってすればなんとかなるというね、幻想、これはあの第二次世界大戦の時の戦争に負ける時の大本営と同じですよ、ね、私の思っているのはね、まあそのチェルノブイリの時はね、共産主義の全体的にそれでもやっつけたわけですね。で今はそうじゃないと、水管という水でとにかくやっているんだと、こうね、日本的なですね、浸透的な考え方でですね、やっていくと。ところが、まああと半年ぐらい経ってね、やっぱりチェルノブイリ型でなきゃダメだねっていうね、そういう二重の責任、二度目の責任というか、まあ五度目の責任かどうかわからないですが、もう国家が成り立たないよね、そこに来た時に。そういう可能性ってあるのかなというね、さっきの話でね、その確かに水で落ち着いていくでしょうと、落ち着いてもね、何なんだこれ、ただ落ち着いてね、熱帯魚3年飼ってるのと10年飼ってるのとね、10年飼った水槽は立派ですねって言ってるね、要するに水族館のね、耐久度測ってるわけじゃないのかと、やっぱりそこでね、サメが暴れちゃってるのを引っ張り出さなきゃいけないっていう時にどうするのかと、そういうもう一遍ね、チェルノブイリ型に戻るということは想定されますか？そのチェルノブイリ型というその意味はね、チェルノブイリ型という意味は、うん、その要するに共産主義のね、元で、その多大なその人的なあの犠牲を払いながらね、あの強引にね、あれを固めてたというね、ものすごい犠牲者を受けてるわけですよ。そういう強権発動でやるというのをチェルノブイリ型とおっしゃっているんですか？まあ、そしてそれはコンクリートで固めてしまう。ああ、そういう、ピラミッドを作ってしまう。あの、それはね、その、石管をあの、その通りだ、その通りだと思いますよ。その、つまり、あの、もう溶けて、あの、形を成していない核燃料をですね、まあ、ツリーマイルアイランドのように取り出すのか、それともチェルノブイリのようにそこを墓場としてですね、固めてしまうのかっていうのは、これはこれからね、あの決めることになると思うんですね。だから石棺のようにしてしまったらもう取り出せません、その溶けたあれはね。だからどういうふうに持っていくのか、つまりツリーマイルアイランドのように完全にその、ね、溶けた燃料を取り出すことができれば、そこをまたサラチンにすることはできるんですよね。あの完全にね、放射能を除去して。だからそれはあのこれから判断するね、分かれ道だと思います。福島としては、福島に住んでおられる方にとっては重大な問題ですよね。もちろんそう。中間置き場って言って言葉でごまかしたかもしれないけど、うん、あれでもそれぐらいの反発があるから、うん、それに対してね、火種がそこにやっぱり置いとかなきゃいけないっていうのは。それはね、あのチェルノブイリだって核の墓場がね、に現地を核の墓場にあったんで、まあそういう方向しかないでしょうね。実際ってまあ中間的な区外にねするわけはいかない人も、そのあそこをこう石棺か水管かですね、そういう方向しか、ないわけであって、まああの それよりもこの前の段階として今のね、水処理をどうするかという問題でね、まだそれが数年間のか何年間のかはっきりしないという状況ですよね。まあ数年はかかると思うんですよ。一応その専門家、原発なり放射能の専門家はですね、世界中にいっぱいね、でもこれのまあ、シビルコラクションですか、起こしたのをどうやって処理していくかの専門家はもう、この世界の人にもボランティアですからね。まあ、そういう中で、このお二人はですね、もうその専門家はですね、代表選手ですから、何か明るいメッセージですね。何か明るいメッセージなりですね、今の東電政府に対してね、最優先して、これをこの、やるべきだという、なんかそういう
ご提言ってありますか。私はね、その明るいというよりはこういうことですね。その要するに 無駄のないその道を選ぶと、つまりその場しのぎの、対策をやると、それは無駄になる。だから厳しくても無駄にならない道を選ぶべきだと思うんですよ。それは決して明るい道じゃないと思う、ね、例えば福島のほとんどの領域が人が住めない地域になる可能性があるわけですよ。そういう現実をちゃんと直視して、そして今のように中途半端にその例えばですね、何ミリ年間 の子どもたちの被曝量がですね、何ミリシーベルトでもそこでもって授業を受けさせるっていうのはね、これは人的に大被害が出てきますよ。これは金の問題じゃないですよ。何万人っていう人がね、大事だ。だからやっぱり一番大事にすべきことは何なのかということですね。これは人の命であるということを腹を決めて、そして明るい見通しじゃないけれども無駄のない政策を選んでいくということだと思いますよ。あ、決しては私はもうね、あの事故が起きちゃってはっきり言って明るいあれはないですね。とにかく今はね、無駄なことをやってます。私はですね、まあ確かに明るい問題じゃないですよ。明るいとはちょっといいんですが、前を向くと言いますかね、将来を見据えるんだっていうふうなことを、まあ、仮に明るいというならば、やはりですね、今まで起こったことを、とにかく、まあ、小村さんも言ったと同じなんですが、ある面では現実をとにかく見据えることだと思うんですね。で、現実を直視して曖昧なね、ちょっとこうあったらいいのになっていう感覚、そういうことをしないということですね。一番最短に一番ベストな方、例えば人命、人に対して被爆を最低にするには何が一番いいかとか、だからこれはこうだって、そういうことをきちんとやっていく、そういう姿勢で取り組むことに尽きるんじゃないかと思うんですね。その時にぜひお願いしたいのは、私はこれだけはもう絶対二度と起こしてほしくないので、その事故に関わること、技術に関わることだけ全面的に出していただきたい。それがもう一番誠意だと思いますね。それをやらなかったら私は全く信用できません。それはですね、いろんな確かに組織も大きいし、いろいろ大変だろうと思うんですね。それは私も分かってます。特にね、東電の立場というと大変だと思います。ですけど東電の責任っていうのは、その責任が追及されるとかそういうことじゃなくて、先ほども話してました、そんな問題じゃなくて、これから再発しないためにどうするか、これだけの姿勢をやって、それで今の被爆を再生するんだ、この姿勢を貫くことに尽きるんじゃないかと、そういうふうに思います。そういう姿勢を全面的に出していただければですね、細かいことで、例えば弁当したことがどうかとかね、タイミングがどうかとか、そういうレベルの問題がある。それは私から見ますと、もう事故の中が起こった途端に、メルトダウンが起こった途端に、シビアアクセント起こった途端に、もうこれはそんなことに議論じゃないって私は思ってるんです、正直。それは事故のプロセスとっては調べたいと調べますよ。ですけど、この時に誰が何してどうこうっていうレベルの問題じゃないんだというふうに認識してるんですね。そのレベルで議論してもしょうがないんで、やって、もうちょっと、だから全体像としてこれを再発するにはどうかっていう感じで、その観点でだけそこを見るという、そういうものの見方を、まあ、私はしています。ちょっと明るいかどうかってやると、決して明るくないんですが、そういうふうな見方をしているということです。いや、同じ話になっちゃうんですけど、前坂さんと先ほどこの始まる前にもう文明論を根本的に考えなきゃいけないんだと。で、梶原さんはこの中で自分は経済の専門家なんですけど、まあ日本とかまあヨーロッパ諸国、いわゆる先進主義諸国っていうのは基本的には右肩上がりで経済成長するものだということでこう組み立てられてきたんだと思うんですけど、もう体験的にそういうことがもうできない、特に日本、我々はまあ経済の専門じゃないんで、はい、できないんじゃないかと。要するに成長とか発展とかっていうことをもう考えないと。先ほど小倉先生は戦争の話をちょっとされましたが、これはだから勝つための戦争じゃなくて撤収戦、うん、今もう撤収、いかにそうですね、クレバーに撤収するかと、
被害を最小限とどめる撤収戦をどうやって戦うかっていうことに絞らないと、これしょうがないと思いますよね。利益とかの最大限の幸福とか言ってらんない時代ですから、まあ、生命の保全が一番大事だった観点で、そこでみんなで知恵を出してですね、しかしながらそのロシアのような強権的な旧チェルノブイリ型 の軍事国家的な収束ができないんですから、やっぱりそこはみんなが民主的なその知恵を絞って撤収戦を上手に戦うということでしかないんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうかね。その通りだと僕思いますね。日本 その一番下手なのはその負け方が下手なんですよ、やっぱりね、上手に負けるっていうね方があんまりこう慣れてないんですね、教えられてないんですね。そこを上手に負ける、明治維新の時にね、徳川幕府は非常に上手に負けたんですよ。勝海舟がね、結局その官軍に対してですね、無血海城、つまり江戸城を明け渡して、そして生き残ったんですよね、徳川家は。70万石に減らされたけども、静岡にそのね、認められて、ああいう負け方ですね。で、今でも残ってるじゃないですか。だから、ああいう負け方をね、やっぱり覚える必要あると思うんですね。原子力産業界もですよ、その、まだできる、まだできるっつって、しがみつくんじゃなくて、上手に撤退する、そういうことが必要だと思いますね。私の思いますのは、その、そういう意味で、小野さんおっしゃるように、撤退、撤退するためには、今言ったね、原子力関係の導入、全体の位置づけがある方向性をピシッと見せて、それに対して方向を定めない、そんなのっていっぱいあるんですね。で、特に技術やなんかにとってみると、いろんな課題があって、これからもやらなきゃいけない。だけど今焦点をベクトルをですね、例えば原子力に対してどういう方向を選択するかって決定しないままやると、また同じことをやる人たちが出てきちゃって、元のおかみになる。だから方向性を明確にした上で、でもやるべきことは原子力に対してやらなきゃいけないことが残りますからって確認ですから、それも明確にしていく。同時にどんどん分野を変えて、再生可能エネルギーであるとか、他の分野ですね、他の分野の広い意味で、そういろんな、特に技術系の人間だったらいろんな使い道あるんですね。技術やってのいろいろ増えてがありますけど、分野があります。そうすると、まあ、私なんか一例でよく言うんですけど、例えば風力発電ってありますよね。あれみんな分かっていい話してますけど、非常に難しいんですよ。回転機械で風でね、こう回転する。普通我々が作った機械というのは、ね、一定の条件で、一定の風速で、一定の回数で全部設計してるんですよ。ところが風速が数メートルから数十メートルの幅広く関連動する。で、完全にちゃんと発電もできて、しかも安全であって、全部条件入れるとね、技術的に難しいんです。それと技術者としては非常にチャレンジする、こう夢がいっぱいあるんですよ。って私は思うんですよ。だったらよく言われるのはね、原子力を潰すと技術がなくなるようなこと言うんですね。私ね、それは全然誤解であってね、どうでもいい技術をやってるんですよ。実は放射能のどうしようもないね、こうね、汚染してるどうこうとか、こんなことの技術じゃないんだもん、やる必要ないってことをやってるわけです。そうじゃなくて、将来に向けてもっと、例えば一般論で考えても、その自然エネルギーなんかすごいのは、非常に密度の低いものをですね、それを技術的にどう回収するかって非常に難しいし、でも面白いテーマっていうふうに考えていくと、いろんな分野の技術やね、どーっと流れ込んでいく可能性があるんです。ところが技術者は自分ならできないから、経済的に投資がないといかないですよね。だから私は構造的にそういうことを作り込んでいっていただければ、ね、そういうことをみんなで合意していこう、ベクトルが出てくれば、それに対して結構日本の技術者って、そういうことをまたそっちのね、この配線処理をしながらこっちがね、再生に向かうことができる。そういう意味では私は実は楽観的なんです。ものすごく明るく見てるんです。希望もあるんです。原子力なんかね、原子力の道を閉ざして、放射能に対する、ね、プロテクトさえすれば、私はあとはね、もう大丈夫だと思って、正直言うと、ね、再生可能エネルギーが出ますので、ね、そのね、それだと何パーセントまでできないかと、そんなレベルの話じゃない。私はね、ベクトルとしては明確にすれば大丈夫だと、十分大丈夫だと思ってます。あとは、まあ、経済合理性の問題からいくと、このイケイケどんどんのね、上向きっていうのは難しい。むしろだって、
それは海外みたいにそうじゃないですか。アメリカだってヨーロッパってそうですよね。ずっと無限に成長するってありえないわけですから、あるところでこういくわけですね。だそこにどういうふうに豊かさっていうのをどう捉えるかとか、ね、何を産業としていくかってことは我々に考えればいいわけであって、今までと同じ路線でエネルギーを大量に消費するハードなものだけをゴリゴリこれからも無限にいくってのは考えられないですよね。そんな政策はありえないと。もっとソフトで人間の快適さとか何かとか、ね、エネルギーを使わなくていくもの、路線もそこに技術を持っていくっていうのが私は必要であるし、そういう方向にならざるを得ないんじゃないかっていうふうに思ってます。もうちょっとその辺、元の目阿弥っていうことも出たんで、今国は再稼働を、まあ、しようとしてるし、はい、それから海外に原発を輸出しようという政策はまだ維持してると思うんですけど、これからのその原発政策とかエネルギー政策、もうちょっとその辺どうすべきかっていうのをご意見伺いたいと思います。あのですね、もうその経済のために原子力をその利用するというね、そういう考え方、私はやっぱり捨てるべきだと思います。それはね、これ今個人的な考えですけれども、発電をすればですよ、原発でもって発電をすれば、原子炉の中で、核燃料を燃やす。つまりウラン235をですね、分裂させなきゃいけない。それも継続的に分裂させなきゃいけない。発電を続ける限り。そうすると始末の終えないその核分裂生成物ですね、放射線のものすごく高いものが生まれる。かつウラン238がその核分裂の中で出てきた中性子を吸収してプルトニウムが生まれると。これまた始末に終えないものですね。ですから、そういうその原発が持っている宿命ですね、人間には始末の負えないものを生み出す、この新たに生み出すという行為は、もうどう考えたってやめるべきです。だって、運転して、点検のたんびにその始末の負えないものがそこに出てくるんですもん。そうすると、使用済み核燃料という形で出てくるんですもん。それはもうどこへも持ってきようがないんですもん。そういうものをね、生みながらエネルギーを得る必要はありませんよ。だから そこはね、もう経済成長とかなんと別に考えた方がいいと思いますね。そしてじゃあ何ですか、原子それやめたらどうかって言ったら、実はその廃炉にするね、つまり50何基のその原発を廃炉にするっていうのはものすごい経済効果があるわけですよ。言っちゃ悪いけど、原子力産業の企業は絶対潰れませんよ。だってそれは設計した会社じゃなければできません。細かい図面持ってなきゃ廃炉もできない。だから投資もしたけど三菱も心配することない。もう安定したで一気に54基ね、廃炉しなくたっていい。順繰りにやっていくわけだから、仕事の山谷がないわけです。仕事の量は非常に安定してる。だから原子力業界にとっても廃炉というデコンタミネーション、あ、じゃないなんだっけね、なんかあれデコミックした、要するに廃炉という商売がこれから何十年も続くんです。これは安定した商売です。だから原子力政策はね、もう安心して原子炉原発をやめるという方向に進む産業界だから、経団連もですね、そういうふうなことをなんで知らないんだろうって思いますよ。